コスタリカの秘密投票秘密投票とは投票方式の一つで各人の投票内容を明らかにすることなく比される制度。退院義語は公開投票。投票には公開主義と秘密主義がある。秘密投票は秘密主義を取る場合の投票方式である。公開主義は公明正大に各人がその責任を明らかにするという趣旨に基づく。例えば議会での議案の採決は、 議員がいかなる投票をしたか明らかにするため公開を原則とする。しかし、議員の選挙など特に人事に関する投票では、投票の秘密が保たれなければ、私公の上に影響したり、選挙人が自由意志で投票することができなくなる。さらに、公開主義だと、投票における買収などの不正行為において、その証拠立てに利用される恐れがある。投票の秘密が保証されない場合、 投票先差し図などの脅迫、強要、開票結果による報復、または買収、増愛につながりかねず、正当な選挙が望めなくなる。秘密投票は、投票内容の非公開が保障される投票方法で、この方法を採用した選挙を秘密選挙という。世界で初めてこの方法を採用したのは1858年2月7日のオーストラリア・タスマニア州。そのため、 オーストラリア式投票という名でも知られている。日本では当初は議員の選挙にも記名なついを要する公開主義が取られていた。しかし1900年に選挙法は改正され1902年の第7回衆議院議員総選挙以降一貫して採用されている。1947年に施行された日本国憲法の第15条では投票の秘密が保障され、 さらに公職選挙法46条で無記名の投票、同52条で投票の秘密保持が保障されている。同226から228条には罰則も規定されている。同68条6項の投票用紙に対する多自記入禁止規定も投票の秘密を保持するためのものである。また、日本では労働組合役員や共同組合役員を選出する。 組合員による選挙は秘密投票によると法律で規定されている。なお、議会の議長選挙でも秘密投票が行われている。辞書式投票の秘密投票では、候補者の氏名以外の多次記載をした票を無効票としている。賛成か反対かを記載する辞書式の住民投票でも、多次記載は一般的に禁止される。投票用紙への多人記載の禁止は投票の秘密主義に。 基づく。何らかの特定の意味を持つ、恐れのある、優位の多じ記載が行われると、開票の際に、誰によって投票されたものか投票者を春別する、目印にされる恐れがあるためである。日本の公職選挙法の運用では、候補者の氏名を記載する投票について、様などの継承を用いても、多じ記載とはならず有効とされている。しかし、様へ、や、先生へなどは、 多字記載となり、無効とされている。このほか必勝や頑張れなどの記載を加えた場合も多字記載となり、無効とされている。文字ではない符号や落書きなどを書いた場合も無効となる。投票書には投票の秘密を確保できるだけの設備がなければならない。投票用紙は外部から投資される恐れのない材質を備えたものでなければならない。 選挙人が何人に投票したか陳述する義務はない。日本では公職選挙法52条で何人も選挙人の投票した非選挙人の氏名または政党その他の政治団体の名称もしくは略称を陳述する義務はないと定められている。1991年以前のソビエト連邦をはじめとする東側諸国でも憲法上は選挙における 投票の秘密が保護されなければならないという規定が存在していた。しかし、投票において立候補者を信任する場合は受け取った投票用紙をそのまま投票箱に入れればよいが不信任とする場合は部屋の隅にある記入台まで行って投票用紙に記入しなければならないというような投票方式が取られたため実際には投票の秘密は存在せず 当局の報復を恐れた有権者によって常に99%以上の信任票が投ぜられていた。現在でも朝鮮民主主義人民共和国ではこの制度が健在であり、投票所において秘密警察、治安警察、憲兵の各当局によりすべての有権者の投票過程を徹底的に監視している。反対票を投じることは事実上の反党。 反対性行為とみなされ、厳しい拷問に耐えて生き残った者も,も、以後最低2世代にわたって、出身成分が低く抑えられ、最悪の場合は、一族労働全員が、強制収容所に送られたケースもある。また、北朝鮮では、開票においても、賛成票のみを有効な投票とし、万が一反対票があったとしても全て、無効とされている。このため、選挙結果は、 投票率100%、賛成率100%と報道される。日本においても最高裁判所裁判官、国民審査の投票用紙には、悲鳴をカとする際にのみ記入することになっているため、投票箱に別の投票用紙が入らないようにする措置として、衆議院の投票用紙と国民審査の投票用紙が別々に渡されていたことも多かった1958年の、 第4回までの時代は国民審査の投票用紙が交付された後に記載所に向かったかどうかでその人の投票行動が第三者にほぼ把握されかねないという同様の問題が発生していた。そこで1960年の第5回からは中央戦艦の方針として混同を避けるための2つの用紙の差別化を図った上で衆議院の投票用紙と 国民審査の投票用紙を同時に渡す方針を示すようになった。1996年の第17回以降は比例代表の票と同時に渡すこととされている。しかし、一部の自治体では依然として、比例代表の票と別々に渡す運用が行われていることが確認されており、投票の秘密が守られていない現状がある。なお、 日本国憲法下の衆議院総選挙で、衆議院総選挙が無投票当選となったために、衆議院総選挙の投票用紙が配られなかった上で、最高裁裁判官国民審査のみが行われた、例はない。ABCDE 見延達基地所、選挙法小説有比較、1946年、100ページ、見延達基地所、議会制度論日本評論者、 1948年、400から401ページ AB 見述べた月地所、選挙法小説有比格。1946年、101ページ、労働組合法第5条、農業共同組合法第30条、農業災害保障法第31条、土地改良法第18条、農住組合法第31条、水産業共同組合法第34条、 中小漁業融資保障法第24条漁船損害等保障法第46条消費生活共同組合法第28条中小企業等共同組合法第35条生活衛生積係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第29条商店街振興組合法第44条タバコ工作組合法第17条 森林組合法第44条、技術研究組合法第21条、密集市街地における、防災外区の整備の促進に関する法律第64条、AB3 投票に参加するために、群馬県、2019年7月24日閲覧、ABC、港白原田より87号、東京都港区選挙管理委員会、 2019年7月24日閲覧。投票から開票まで。浦安氏。2019年7月24日閲覧。ABC 美の部達吉著選挙法小説有比格。1946年。102ページ。西川真一。最高裁裁判官国民審査の実証的。研究82から84ページ。西川真一。 最高裁裁判官国民審査の実証的、研究83.84ページ、西川新一、最高裁裁判官国民審査の実証的、研究84.85ページ、南房総市選挙、管理委員会最高裁判所裁判官、国民審査の投票について、2020年6月14日閲覧、ありがとうございます。